どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日はしゅんダイアリーによく出てくれているおじさんをちょっと一日密着できたらなと思ってます。この動画を通じていろんな働き方とかいろんな生き方があるんだっていうところが伝わったら僕らとしては嬉しいなっていうふうに思います。ということで行きましょう。みなみさん、おはようございます。おはようございます。あれ、今何されてるんですか？テレビ東京ビジネスオンデマンドを2倍速で見てます。それは毎日のルーティンですか？ええ、WBS モーニングサテライト日経プラス9っていう番組を見てます。 WBS に関しては朝起きた瞬間に見てますね。ただこうやって紙でも見てます。紙は復習みたいな感じですか？そうです、紙は復習です。さん、今は何されてるんですか？ YouTube のコメント欄に返信をしてます、はい、結構自信がない人が多かったりするんで、とにかく知識をつけて強気でいきましょうっていうことをコメントしたりしてます。反対的な意見が来ることもあるじゃないですか？あ、もうコメント数があればあるほどもう嬉しいので、あ、建設的な批判はもう最高だと思いますけど、はい、動画を見ずに批判する人はなんかちょっと動画見てからコメントしてほしいなって思ってます。うん、それも含めて伝えるってことなんですね。ですね、はい。大収穫ですね。いや、ひどいね。ゴミ拾いお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日の収穫これです。結構な量ですね。なんでゴミ拾いされてるんですか？いや、もうシンプルにみんなが来て訪れてよかったなっていう風な場所を作るっていう意味では、まあ、駅も自分たちの施設もどっちもゴミがない環境を作るのが一番だと思ってます。日本中全部きれいにしましょう。12時から2時までがっつり3人の就活生にビシバシとアドバイスいただければと思います。わかりました。じゃあ撮影行ってきます。頑張ってください。お願いします。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。元気に撮りましょう。こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。いや、部活みたいになっちゃう。はい、よろしくお願いします。みんないつもありがとうね。はい、ということでですね、今回あのお越しいただいた就活生のありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。 OK です。はい、これは20分ぐらい撮れましたね。ありがとうございます。大丈夫だよ、もう人生大丈夫。大丈夫。落ち着いてますね。大丈夫。ただ、ポッとそうなんか、はい、はい、じゃあまた5分後から撮影させていただきます。あれ押してください。うん、大学の先輩言います、うん、じゃあまず水がとこうから、はい、バラからスタートして、やってみます。ありがとうございます。宮根さん、お疲れ様です。何撮ってんだよ。瞬時に答えが出るじゃないですか。それはなんでですか？もう数万人の悩みに乗ってるから。毎日1日あたり50通ぐらい DM 来るんですけど、人生の悩み。え、それ返すんですか、ね、全部返します。はい、すごい。爆発が違うんですよ。だから爆発が違う。え、なんでそんな返そうと思えるんですか？ DM 返してもないですよ。そもそもなんですけど、僕もう無駄が嫌いで、はい、で無駄ってことは同じ悩みとかこの悩みって解決策あるのになんで悩んでんのみたいな、こんな悩みに時間使わないよって思うことがすごいあって、でも本当無駄が嫌いなの。無駄が嫌いだからめっちゃこう手で返してる。まあ、自分自身が無駄なことを、まあ、大学時代もそうだし、サラリーマン時代もそうだし、まあ、無駄ばっかだったから、だから、一番それが強いかもしれない。同じような思いを他の人にしてほしくないっていうですね。そう、明らかに不幸だったから、そう。でも、南さん、あの次もまた就活の模擬面接があるので、よろしくお願いします。就活はクソ、はい。ありがとうございます。はい、結果発表します。はい、で、バスです。はい。はい、理由は自分で分かってると思う。これから何されるんですか？筋肉トレーニングですね。週に 1,2 回ぐらいやってまして、はい、大体1時間でやってます。もう本当倒れるぐらいやってるんで。嘘です。嘘です。ありがとうございます。それでは来ました。あの道が混んでてごめんなさい。18 19、そう、あと20、はい、OK。 ここにいいから嘘や。乗り切ればイケメン。行けば行け。はい、じゃあ行きましょう。はい、1、そう、はい、2、10
18、はい、19、はい、あと1回20、はい、OK、うい、南さんイケメンです。コルタカナはゲドウェイです。はい。かわいい。ありがとうございます。じゃあお邪魔します。まずね、夜更かしに取材してもらったのと、もや様。はい。はい。いや、すごくないですか。1階が飲食店で、はい、2階、3階が宿泊施設で。ああ、じゃあ早速、あの上を見に行きたいんですけど、いいですか。はい。お邪魔します。3階に行ってまいります。南さんっていつからどんなきっかけで発信されるようになったんですか？一番はこの店を作る上でクラウドファンディングをしたんですよ。最終的に265人から500万円集まったんですけど、人からクラウドファンディングのお金出してもらうために、うん、社会に価値を残さないとダメだなって思ったんですね。じゃあ俺が残せる価値って何だろうと思ったら、僕自身株オタクで、はい、株の動きとか日経を読んでいて、本当に早く日経読みたくて、いつ更新されるんだろうって毎日ずっと見てたら、午前2時に出とるよみたいな、うん、法則性を発見して、最速で読んでる人って多分僕しかいなくて、これが俺にとっての社会的な価値じゃんって思って、投資とか選挙とかの解説を載せるようになった。唯一無二じゃないですか、セカニチっていう肩書きは。はい。そういう肩書きを見つけられるようにするためには、やっぱ何かに熱中するっていうのが大事なんですかね。そう、今まで自分が 何に時間使ってきたのかってところを考える、うん。なんでそもそも経営側に回ろうって思ったんですか？シンプルにサラリーマンが嫌だったんですよ、はい、どんな一流企業でも仕事をしてるフリーおじさんっていうのは一定数存在していて、そういう構造を知ってしまって、はい、時間の無駄だなって思ったのが一番。さらにはラグビーの試合で何月何日に、例えばロンドンとかフランスとかでありますって、うん、その時に気軽に行けないのか、なんでやねんって、何のために人生生きてるんだろうっていうふうに思ったっていうので、はい、自分の人生じゃないなって思ってしまったっていう。いろんな選択肢がある中で、なぜゲストハウスにされたんですか？結構海外に行くことが多くて、ラグビーより、うんうん、チケット代がめちゃくちゃ高いので、1枚ほんと7万とか1万とかするんですよ。飛行機代と宿泊代はできるだけ抑えたいと、うん、っていうので1泊3000円ぐらいのドミトリーでいろんな人にアイビアで泊まるっていうところに泊まってたんだけど、でもそうやってなんか場を提供するのってすごいいいなって思ったっていうのが一番。どうやったらなんか自分を信じて納得して意思決定できるようになると思いますか？結論から言うと、はい、それも断捨離で、物も情報も人もちゃんといらないものを全部捨てて、自分価値あると思っていることの人、物、情報だけに絞れていれば、うん、そもそも迷わないですよ、何があっても。それ何新聞ですか？あ、これ日本経済新聞夕刊です。夕刊まで読むんですか、南さん？朝刊、夕刊、日経ベリタス、日経 MJ、日経産業新聞、全部読むんですよ。もうそれで1日終わっちゃうじゃないですか。いや、僕読むのマジ早いんで、この面とか読むの多分20秒ぐらいです。マジっすか？終わりですよね。夕刊終わり。早っ。この衣装もね、仙台よりでも使ってますけど。はい。なんでピンクなんですか？可愛いから。なるほど。月に1回スクールってやつで生放送してるんで、それの資料作成とかもしてるんで、こういう今度ソニーの企画やるんです。こういう資料作ってます。じゃあインプットもアウトプットもしてるってことだ。そうです。皆さんよかったら南さんのインスタに飛んでストーリー見てほしいんですけども、はい、網目のように、もうミシン目のようになってるので、1日40投稿ぐらいじゃない。好きじゃないとやってられないですよね。視聴者との交流です。はい、ということで、南さんいつもありがとうございます。乾杯。あの南さんの友達に大集合してもらってやっております。31年間生きてきて、友達が2人いるんですよ。
紹介します。まずユーマです。あ、ユーマです。大学4年生です。はい。あともう一人、たまちおじさんです。たまちおじさん、顔出し NG なんですけど、よく南さんと一緒にいる人です。ということでですね、今回、あのユーズの友達お二人にですね、普段の南さんのことをお聞きしたいと思います。そういうことか、はい。ちなみにユーマくんはですね、一緒に住んでたこともあるという、猛者です。彼は猛者です。南さんのいいところと直してほしいところをそれぞれお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、いいところについてちょっと聞いてもらえますか。忖度せずに何でも言ってくれるんですけど、まあ、学生なんですけど、学生に対して大人って何でもそういうことやってるの、若いのにすごいねとか言うじゃないですか、うん、そういうの一切ないんですよ。確かにね、すごい数値とかこれがうまくいくのかって大人目線からのアドバイスで、お前それセンスないよとか、もっとこうした方がいいよって絶対教えてくれるんですよ。面接の前日に南さんに相談して夜中までその指導してもらって受かったっていうのもあるんですよね。やっぱってそんなこと覚えてない、覚えてない。1週間目くらいの時に、まあ、某外資系統進行の面接があったんですが、就活何腐ってて、一回も模擬面接したことなくて、いや明日面接ですよねって言ったら、お前今すぐ模擬面接するぞ。俺覚えてない。夜中の1時だったんですよ。でそこから始まって、俺人生初の模擬面接 でもうお前舐めてんのかなって。それも覚えてない。覚えてないですか。忙しい仕事なんですよ。そこから夜中の3時まで2時間ぶっつけて模擬面接してくれて、あれでもうなんか目が覚めました。俺人生舐めてたよ、うん、それに気づかせてくれたっていうのがすごい、もう確かにね、感謝。でも人生変わったよね。そういうこと変わりました、変わりました。じゃあ続いて直してほしいところ、まあこれはいっぱいあると思うんですけど。何から言えばいいんだろう。意外に遅刻するんですよ。分かるわ、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 めっちゃ分かる。そうなんだ、結構遅刻する。あれだけ時間をかけてさ、そう言ってるのに、あのね、毎回ね絶対遅刻するんですよ。そうだ、遅刻してどういう反応するんですか、皆さん。もういつも通りみたいな感じで、特に何もない。なんかしたの。たまちおじさんからなんか普段の宮野さんですって言われまして、彼女より合ってるんじゃないかっていうぐらい合ってるじゃないですか。なんでそんな高頻度で合ってるんですか。いや、会いたくて合ってるんじゃないですか。僕がたまちおじさんに住んでるじゃないですか。たまちおじさん、たまちに住んでるで、たまちの魅力を発信したから、たまちおじさんっていう、下の概要欄にインスタのリンクあってあります。たまちのスターバックスによっているんですよ、僕は。当然、たまちに住んでるから、うん、そうすると、たまちに住んでないみなみさんが来るんですよ。たまたまなのか、僕に会いたくて来てるのか、たまちがいないから。唯一の2人だからね。これ唯一の2人だから。でもよくご飯は食べてるというのね。ご飯もなんか頭出るじゃん。うん、立ってて飯みたいな。不器用な男かよ。南さんの今後の目標とか夢ってありますか。なるほど。日本から詐欺をなくしたいんですよ。詐欺。だからみんな正しい知識、正しい武器を持って幸せな道を歩んでほしいなって思ってる。だからとにかくみんな幸せになってほしいっていう感じです。おー、素敵ですね。ということで南祐希31歳今日1日に密着させていただいたんですけども、はい、南さんの、ね、プロフェッショナルな面と、あとは人間らしい面となんでこういう活動をしてるかっていうところの意図とか目的とか思いみたいなのが視聴者の方にも伝わったのかなと思います。よかったら下の概要欄とか、はい、チャンネル登録の方をお願いします。旬ダイアリングもどんどん出てくるので、よかったら通知オンにしてください。はい、ということで、これからも応援よろしくお願いします。本日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました、はい。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。